フランシス・ボズレー・クラウザー・ジュニアは、アメリカ合衆国のメリーランド州、ルーザービル出身のジャーナリスト、著作家。ニューヨーク・タイムズ専属の映画評論家を27年、務めた。フランシス・ボズレー・クラウザー・ジュニアは、アメリカ合衆国のメリーランド州ルーザービルに生まれた。ルーザービルの小学校、ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムとワシントン DC の、高校、バージニア州のウッドベリー。 フォレストスクールを経て、プリンストン大学で学んだ。ニューヨークタイムズのスタッフとして40年近く働いた。このうち1940年から1967年までの期間は同志の映画評論家として活動していた。クラウザーはフィレンツェ・マークスと結婚し、彼女との間に3人の息子を設けた。 1950年代にクラウザーは反共主義運動を主導したジョセフ・マッカーシーと対立した。彼は映画の検閲に反対し、アメリカ映画の制作により大きな社会的責任を見出そうとした。そのために市民権、怒りの武道、風と共に去りぬなどの社会的な内容の映画に対しては高い評価を与えた。また、 1950年、1960年代の外国語映画、特にロベルト・ロッセリーニ、ビットリ・オーデシーカ、イングマール、ベルイマン、フェデリコ・フェリーニの作品の熱心な擁護者でもあった。ベンハーやクレオパトラのような女子詩を擁護する一方で、第二次世界大戦の映画、大脱走は酷評した。アラビアのロレンスについても、 陰鬱な幻滅と政治的なマシを感じさせると批評した。ジョーン・クルフォードに対しては厳しく、彼女の演技について、わざとらしい、うぬぼれている、女性らしくないと酷評している。1967年公開の映画、俺たちに明日はなよ、茶番と残忍な殺人が混ざっている、品がなく無意味だという風うに批判した。大多数の映画評論家が動作をこの年最高の、 映画だったと評価する中、クラウザーは3度にわたる批判を展開した。彼はこの後にタイムズを去ることを発表した。タイムズを去った後は、コロンビアピクチャーズでエグゼクティブコンサルタントとして働くようになった。ボズレー・クラウザーは1981年3月7日に心不全のために亡くなり、彼の妻のフィレンツェ・マークスは未亡人となった。ありがとうございます。